スタイルとして保存したい書式が含まれる文字列を選択します。スタイルのメニューを表示します。選択範囲を新しいクイックスタイルとして保存をクリックします。スタイルにつける名前を入力し、OK をクリックします。新しくスタイルを追加できました。スタイルを適用する文字列を選択します。 先ほど作成したスタイル、お問い合わせをクリックします。作成したスタイルを文字列に適用できました。